5月に行われた NTT ジャパンラグビーリーグワンの決勝戦で、調布市をホストエリアとする東芝ブレイブルーパス東京が埼玉パナソニックワイルドナイツに24対20で勝利し優勝しました。また3位決定戦では、同じく調布市をホストエリアとする東京サントリーサンゴリアスが横浜キャノンイーグルスに40対33で勝利しました。両チームと連携協定を結んでいる調布市、東芝ブレイブルーパス東京の優勝を受けて、6月28日金曜日、文化会館田作り1階エントランスホールで優勝報告会を開催しました。改めておめでとうございます。大きな拍手をお願いいたします。試合を重ねていくうちに、負けないな、今年のチームは負けない、どんなことがあっても負けないなっていう、すごく強いチームになったなということを感じながら進んでいって、最後国立競技場で実に5万6000人を超える観衆の中で勝利を収めました。14シーズンぶりのチャンピオンでした。引き続き皆様のご声援をよろしくお願いいたします。優勝報告ができてとても嬉しいです。ありがとうございました。20年ほど前までは私調布市民でして、そういう意味では優勝カップを持ってですね、皆さんの前にご報告できるって非常に嬉しく思っております。先ほどから市長もおっしゃいましたし、今荒岡も言いましたけども、連覇という言葉は我々チャンピオンしか使えない言葉だと思っております。そういう意味では来シーズン向けてしっかり進化と変化を遂げてですね、また新たな東芝のラグビーのスタイルをお見せし、皆さんにゲームを楽しんでいただきたいというふうに思っております。年間通して多くのファンが会場に来たり、道端で会ったり、本当におめでとうという声たくさん聞いて本当に、感動しています。来シーズン連覇できるように、また個人として強くなって、東芝ブレイブルーパスとしてもさらに強くなって、皆さんにいいラグビー見せるように頑張りたいと思います。皆さんにとってどういうシーズンだったか、また印象に残っている試合なども聞かせていただければと思います。やっぱりプレーオフ進出をかかった久保田戦ですかね、4月14日に、向こうもすごく必死で40対40で引き分けたんですけど、これがものすごく激戦だったということで、すごく印象のこと、よく我々のチームも最後負けないで頑張ったなと思った、今シーズンを象徴するゲームだったと思います。私は毎年チーム力が変わりますので、そういう意味では1節目2節目のこのアジストでやったゲームというのは非常に慎重に戦ったと、そういう経験があります。準決勝のサントリー戦です。これはプレーオフのですね、ノックアウトステージ出ましたら、どこのチームもチャンスが、優勝するチャンスがあると思ってました。そういう意味では我々まだノックアウトを戦い切る経験が少ないチームでしたので、そこをどう超えるかというのが非常に重要なゲームになりました。本当に年間通して1試合ごとに成長した感覚があります。途中怪我だったり抜けた選手も何人かもいて、それもかかわらずタイトな試合必ず勝って結果残したのは良かったと思っています。本当に1年間通して最後の決勝までずっと成長続けた1年間だと感じています。僕の中の一番のライバルはサントリーなので、府中ダービー3回勝って本当に良かったと思っています、はい。リーチマイケル選手は今シーズンは10シーズンぶりのキャプテンを任されたということでしたけれども、こうチーム作りにおいて何か特に意識したこととかはありますか？チームをまとめるよりはまずは、自分のキャプテンシーをレベルアップしないといけないなと思って、自分にフォーカス当てて、もう自分に厳しく一番ハードな練習を乗り越えるという姿を見せたかったので、そこが今年もよくできたかなと思います。海外出身選手との交流も日頃からとても意識されていたと聞いていますが、具体的にどんなところに、どこかに一緒に出かけたりとか、そういうことをされていたんですか？よく出かけたりはしてます。一緒に食事会開いたり、バーベキューしたり、調布にも何回か、調布のイタリアも来て、はい、今度ファン向けにやりたいなと思います。たまらないですね、それは。リーチ選手に質問なんですけれど、優勝した、自分へのご褒美っていうのは何かあげましたか？いい質問、はい、とてもいい質問。
そういえば何も買ってないやと思って特に物欲はなくて、そうですね、肉が欲しいです、はい、肉が。グッズの抽選会に参りたいと思います。71、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。後ろにサインが入っています。おめでとうございます。決勝戦ではレギュラーシーズン16戦全勝のワイルドナイツに打ち勝ち、初めてのリーグワン優勝を果たした喜びをインタビューしました。東芝としては14シーズンぶりの優勝となりましたが、ご自身のラグビーキャリアにおいてどのようなシーンとなりましたか？個人戦でトップ3に入るシーンかなと思います。東芝入って13、14年ぐらい入って、まあ、いい時も悪い時も優勝した時も全て経験したので、この経験は自分にとっては本当にいい財産になっていると思います。来年、さらに強くなって連覇できるように頑張りたいと思います。はい、アジスタも毎回大盛況なんですけれども、決勝の国立も、ファンの注目がすごかったです。リーグワンのシーズンを重ねる中でスタジアムで戦っていて、こう変化は感じましたか？もうシーズン通して多くのファンが、会場に来て応援してもらったこと本当に感謝しています。初戦から最後まで、初戦は味の素スタジアム3万人弱の前でプレーできて、はい、そしてその次の週のサントリー戦、府中ダービー、多くのファンが入って、最終的に決勝で5万6000人の前でプレーできたことを本当に感謝しています。はいはい、チームのグッズもたくさん売れていましたよね。はい、はい、もうおかげさまで、はい、たくさんありました。はい、そして GM の皆さん、はい、若い選手をはじめとして経験豊富なベテラン選手など、はい、モンガ選手、そしてフリーデル選手などたくさんの選手、今シーズンで成し遂げたこうチーム作りの手応えはいかがでしたでしょうか？はい、まずリッチがキャプテンになったことです。はい、自分から、ね、やりたいって言ったもんね。やっぱりそのリーダー、はい、やっぱりリッチも、あとは原田という若いリーダーがですね、やっぱりよく引っ張ってくれたというところと、まあ、先ほどおっしゃられたように、やっぱりそのベテランとバランスの成長というのは、はい、その若手の成長はですね、非常にいい形で、まあ、混じり合ったなっていう、そんな印象ですね。はい、はい、ありがとうございます。そしてリーチ選手は長きにわたりラグビーされてきて、学生時代からを通じても優勝というのは初めての経験と耳にしました。今回の優勝は何を乗り越えたことによる優勝だったんでしょうか？そうですね、自分の中では僕自身が成長しないと優勝できないなと思ってて、選手だけじゃなくてそのキャプテンとして、そこをよく集中してシーズン通してやれたのかなと思います。監督との、コミュニケーションもそうだし、チーム内の雰囲気もそうだし、シーズン通してよくできたかなと思います。雰囲気作りからされていったんですね。まあ、そうですね、やっぱり一試合一試合本当にどれだけ大事にできるかが大事なポイントなので、それはよくできたと思っています。はい、東芝らしく勝つという言葉がありますけれども、これは決勝においてはどのようなどのようなことが東芝らしかったでしょうか？シンプルにラグビーの原点はやっぱフィジカル、スクラム、モール、そこに関してはあとディフェンス、そこに関しては東芝は上回ったかなと思います。決勝になればなるほど限定にフォーカス当てて、東芝らしさはそこかなと思います。はい、ありがとうございます。で、GM の訓田さん、はい、調布市内もですね、中学校にラグビー部があったりと、子どもたちがラグビーの楽しさを知って一生懸命に取り組んでいます。この調布市を含めたホストエリアでどんなラグビーの普及をされていきたいとか、ビジョンがあれば教えてください。はい、そうですね、やっぱりそのラグビーっていう競技を教えるとかですね、触れ合っていただくっていうだけではなくて、その地域がこう活性化するとか成長するっていうのは、そんな機会に我々の存在がなれたら非常にいいかなと、まあ、そういう意味では教育というかです
ですね、はい、そういったところもしっかりと連携を図ってやらせていただけたら今後につながっていくというふうに思っております。はい、ではリーチ選手、最後に東芝ブレイブルーパス東京リーグワン全体でラグビーの魅力の発信のに皆さん真剣に行っています。ラグビーに関心を持ったファミリーだったりお子さんたちにメッセージをお願いします。はい、もう今シーズン、応援ありがとうございました。まあ、ラグビーの楽しさしっかり、見てて伝わってほしいし、ボール触ってラグビーの楽しさを知ってもらいたいなと思います。もう今後、地域の活動や、さらに優勝できるように頑張りたいなと思います。応援よろしくお願いします。調布市は東芝ブレイブルーパス東京、東京サントリーサンゴリアスのチームと引き続きさまざまな連携を行い、ラグビーを通じたスポーツ振興、地域活性化も行っていきます。皆さんも試合を観戦して選手たちに熱い応援を届けましょう。